どうも皆様おはようございますこんにちはこんばんは AGAG AG チャンネルです本日もご視聴ありがとうございます本日のお話は超シンプルに思ったことシリーズパフパフイエーイ一人でごん盛り上がっていきますということで本題に入ります未来を想像することで 今が楽しく明るく見えた瞬間がありました今は未来につながっている今の行動は未来につながっているかというお話です私は今行っていることお仕事 行動がとても虚しく感じる時がありますこんなことして何になるんだろうかそうやって感じることがありますでも先日目標を立てましたその目標に対して自分がただそこを目指すっていうことじゃなくて その時の自分ならどうう感じるだろうかその時の時自分が応対するまあ私接客業なのでお相手はお客様になります自分が今目標としているところにたどり着いた時に応対するお客様であったりとか相手にどんな気持ちになってもらいたいか そういうことを考えながら今のお客様を大切にする今の仲間と接していくそういうふうな意識を持つことで今の現状をその自分がたどり着きたい目標に対する自分と照らし合わせたときに今のままじゃその目標にたどり着くことが できるかできないかはちょっとわからないんですけれども少なくとも今にも未来の感覚というのがつかめるような気がして一瞬なんですけれども感じましたそういった気持ちがちょっと私も正直申しまして全然勉強もしてこなかったので ううままく人に伝えるるってていい能力が欠如ししかもしれませんでも誰かの役に立ちたいうまく話せるようになりたいそんなふうにも思っていますなのでこういった未熟な部分っていうのも見せていけたらいいなってもちろん見てくださる方の意思によりますその見るか見ないかっていうのは見てくれる方の意思によるんですけれども私自身はこういったことを恥ずかしげもなく 発信しし続けていいいいいきたいなという,ふうに思まます自分語りりばかりで申し訳ございませんおそらくこんな動画は伸びることはもちろんないんですけれども私のかけらとして残していきたいなというふうに思っています必ず私は目標としているところにたどり着くそういった思いでいますしそういう気持ちで過ごすことによって今を変えていけるその連続が目標にたどり着く 秘訣なのではなないいかなとううふうに今思っています今の行動が未来の自分につながっているか未来叶えたい自分が相手に与えたい感情だとかありたい感情自分自身が目標を達成した時にありたい気持ちはどういった気持ちなのかそういったことを日々かみしめて考える時間を増やしていきたいなというふうに思います。 今日はそういったお話でございました。皆様は目標とか、小さなことでもいいと思います。目標とか、叶えたいこととか、あると思うんですけれども、まあ、なくてもいいです。なくても頑張れる人いるし、目標ってのはやっぱり、怠けちゃう人とか、そういった人のためになるんじゃないかな。怠けちゃうとか、なんだろうな。怠けちゃうだとか、怠けちゃうしか出てこないな。<laughs> うん、とににかくそんな風に思いますね目標ってのはやっぱり自分を引き締めるためのものそんな風に思いますなので好きなことをしている人とかは正直言って目標なんて必要ないんですよねやってるのが楽しいんだからどんどんやりたいと思うだろうし目標なんてものがあったら逆に自分を締め付けちゃうというかつまらなくしちゃうんじゃないかなと思うので目標っていうのはやっぱり。 だらけてる自分を締め付けるものなのかなというふうに個人的には思っています、まあ、人それぞれの考え方なので正解ではないんですけれども私自身はそんな風に捉えています現状、まあ、変わるかもしれません、うん、ということで本日もご視聴本当にありがとうございますこんな中身のない動画になってしまったんですけれども頑張っていきます皆さんもよかったら一緒に頑張っていきましょうそれでも明るく生きていますということで ご視聴ありがとうございましたじゃあね